ホリエモンチャンネル。はい、こんにちは、ホリエです。こんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。ホリエさんがもし医師で開業されるとしたら、予防医学以外にどのような分野に力を入れますか？よろしくお願いしますという質問です。はいはい、ということで本日のゲストをご紹介します。アフリカ版置薬で健康を届けるアフリメディコ代表理事、町井恵里さんです。お願いします。どれぐらいの種類の薬が入ってるんですか？今は10種類ぐらいですね。はい、やっぱりアフリカ、日本で発症した置薬なんですけど、アフリカ版に改良しようというので、マラリアがやっぱり多いので、マラリア のキットですね、検査できるキット、はい、今入れていて、ちゃんとそれで検査をしてマラリア薬を飲むというふうにしないと耐性を作ってしまうので、うん、そういったのを、まあ、薬を改良しながら進めています。あと何が入ってるんですか？向こうで多い病気とか感染症とか多いんですけど、抗生剤は入れてないんですけど、解熱剤ですとか、うん、そういった下痢ですとか、うん、そういうので結構なくなることが多いので、うん、病院に行くまでのサポートっていう感じ。なるほど、はい。なんかね、スポーツドリンクみたいなのもね。そうですね、はい、うん、そういった粉みたいなのもあるので。ああ、なるほどなるほど、はい、あのポカリセットの粉みたいなやつですね。ああ、溶かしてね、はい、それで水分を。赤痢の対処法はなんかもう要は対症療法しかできないから、うん、でもとにかくそのポカリセットみたいな水を作って大量に飲ませる、うんうんうん、本当は点滴するのがいいんですけど ね、点滴がベストなんですけど、点滴、まあ、できない環境だともう大量に飲ませるしかないっていう、そういうの、うん、あれだいたい下痢で脱水症状なんてみんななくなるんですよ。まあそうですよね。そう、うん、逆に言うと、そう、脱水症状にならなければ全然大丈夫なんで、うん、じゃあ質問回答いきますかね。はい、はい、私はこう答えました。分野というより待ち時間とか無駄な診断がないクリニックをやりますかねと。はい、はい、なんであんな待ち時間あるんだろうね、はい、いや本当ですよね、本当に、うん、あの待ち時間って改善できないんですかね。できると思いますよ、うん、今って AI というか AI までもいかなくて、うん、普通にその問診をやるだけで病気の症状って大体わかるんですよね。うん、9割以上の病気はもうそれでわかるんで、うん、まずそこでその、まあ、スクリーニングをする、うんうん、だから別に薬局に行けば、うん、分かるぐらいの病気って結構あるじゃないですか、うん、それでその病院行ったりとかするんですよね、うん、あと僕例えば前虫に刺されて、うん、で腕がガーッと腫れたことがあって、あ、言ってましたね、そう、でそれもその たまたまゴールデンウィークで、うん、その当直医しかいなくて、うん、行ったらもうなんか全然違う診断をされて、うん、皮膚科の専門医に行ったら、あ、これ虫に刺されてますねと、抗生物質治しましょうってシューッと治って、うん、っていうようなことがあったんで、まあ要は医者ってそんなに知識がある人たちばかりではないので、うん、医師国家試験通ってれば医者になれるんで、うん、全然ロボットとかの方がこういう症状でこう写真を送ってこんな感じだったら、うん、これはこういう病気ですねっていうの大体わかるんで、うん、っていうような形でその医者にかかる前のこう、まあ、トリアージ、救命救急の世界ではそういうのはやるんですよ。だからもう大量に来るから全員さばけないから、うん、まずだから重症度によって ABCD って分、あ、なんかありますよね、こういうよくドラマで見るこういう札、うん、札とか札、ね、まあ札とかない時はなんか包帯みたいなのに色つけて巻いたりとかして、うん、重症度の高い、まあもう亡くなった人はもうしょうがない、うん、で重症度な治せない人も、まあ、とりあえずもうしょうがない、うん、でもね、治療したら命が助かる人を優先して助けるっていうのをトリアージって言うんですけど、そのトリアージも別に救命救急だけじゃなくて普通の病院の通院の時にやったっていいわけですよ、うん、あなたは別に薬局の薬でもありますよみたいな、うん、患者はもうとりあえず入れなければ全然大丈夫ですよ、ね、うん、だからそこがだからやっぱりその判断つきにくい部分もあるんで、うんうん、なかなかそのじゃあ断って、うん、なんかその後急に症状が悪化して致命的な病気だったっていうことがまあ稀にあるからね、うん、だからそこをどういうふうにケアするのかっていうのが問題になってくると思いますけど ね、はい、はい、意見を参考にしていただけたらと思います。それではカメラに向かって告知をお願いします。アフリメディコの町です。
さっきあのトリアージっていうのお話があったんですけども、お気薬も結構トリアージという役割があって、お気薬を飲んでダメだったら病院の方に斡旋するというところで、今私たちもそのトリアージにこういかに病院の人あのお気薬を使ってダメな場合に病院に促すかという活動をしています。ですので、まあ、医療分野にあの興味がある方結構うちのメンバーにいるので、あのご興味ある方はメンバーにぜひなってもらえたらと思います。よろしくお願いします。ね、ボランティアの方とかもね、あの募集されてるみたいなので、はい、ぜひご興味ある方はアフリメディコさんで調べてみてください。どうもありがとうございました。はい、では HI ニュースをいきたいと思います。 あるんですね、はい、ありますよ7回分ちゃんとご用意しておりますから。はい、ということで本日のホリエモンサロンですね、はい、HI ニュースいきたいと思います。ゲームビジネスグループ、こういうのがあるんですね。ゲームビジネスグループではオリジナルのアナログゲームを作ろうとしています。人狼などの常に完成されたゲームではなく、そもそもオリジナルのゲームを作っていくことです。 HIU からどんな新しいゲームが生まれていくのでしょうか。今後の展開が楽しみなプロジェクトです、ということで。はい、ゲーム作ってるんですね今。はい、うん、なんか新しい、なんかね、協力型のアナログゲームって作ってますね。協力型ね、なんかゲームマーケットっていう、そういうイベントがあるんですよ。あのそういうアナログゲームが集まるイベントがあって、うん、そこに出展しようみたいなことやってます、なるほど、はい、じゃあゲームとかそういうのに作るのに興味がある方もぜひオンラインサロン加入してみてください。はい、それではこの番組が面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あと堀江さんのメルマガに登録いただきますと全質問に答えてくれますので、ぜひ皆さんメルマガ登録もお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？